が降りていきます。ジョン・ガブリエル、2人の間を割っていきます。サポートに入った辻尾シュート、プッシュ、展開したサラビア、逆サイドから詰めていた不公認、1対3です。ジョン・ガブリエルがここで粘って辻尾が、まあ、この後シュートだったかクロスだったかちょっと分かりませんが、最後は不幸院が詰めていました。まあ、いずれにせよこの辺りの粘りがゴールにつながった相模原。